ただいま10時35分ではありますけど、早くも花火に来ました。本当はねパチンコをしたかったんですよ。おお2ゲーム2ゲームで、はい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 、ちょっと早く追いすぎたねマジか。はい、動いて2ゲームよかった。いや本当はねガロか緑丼パチンコをしたかったんですけど、まあ、今日はちょっとそのパチスロオンリーの番組ということで、残念ながらその望みは叶えることができませんでした。まあでも当たったからよし、当たったからよし。いやー出すもん出したから運が向いてきたよ。運を出してきたから今で、僕あの今運を出してきたんですけど、あのねウォシュレットが壊れてて出っ放しになったんですよ。もうずーっとずーっと刺激されて、もうこっちはずーっと刺激されてるもんだから、スクッツなんか変な気分になってきちゃって、で結局あのボタン押しても止まんないからコンセントごと引っこ抜いてきましたいやあれあのたまに店員さんチェックしてください、本当にお願いしますよ。ものすごい焦るんですからこっちは。で斜め風鈴がめっちゃ出てますよ。さあ花火チャレンジ、ここでもう一発引こう。なんか久しぶりだから緊張しますね、リプレイ外しが。ちなみにさっきのビッグで斜め風鈴なんと5回です。もう2でもいい、偶数ならいいよ、何でもいい、1じゃなければいい。いやいやいや、どうせ平子でしょうが、うん、内部できれば平子です。右押すのは遅かったんで、おそらくね、まあもちろんなめこの可能性もありますけど。まああの曖昧な感じが好きなんですけどね。337枚で終了ですね。えバジリスクはさ1000枚使っても1回も300枚も出なかったのにね、花火は2ゲームで出ましたよ。もうこういう安心して打てる機種がもうちょっと増えてほしいな。サンダーがね思ったよりはという感じでしたから、ちょっとやっぱ花火よりも打ち手を選ぶのかなという印象ですよね、サンダーは。だからやっぱちょうどいいんですよね、サンダーを打つと花火のちょうど良さが分かる。だからまあサンダーって、まあ、サンダーが3台ぐらいに対して、花火が6台ぐらいあって、でそういう機種があと2機種増えてくれれば、そのホールの設置機種のバランスもうだいぶ良くなってくるんですけどね。おお一瞬今固まってしまった。いやー綺麗な出目が出ましたね。あーいいねいいね、中チェコチェ狙ってね。204ゲーム赤7です。よいしょ。
持ちコインです、ギリギリ持ちコイン。いやー助かった。まあ最初のビッグでね、斜め風鈴が5回出てますから、まあ、1ビッグ3回取れれば、まあ偶数よりかなというところで、最初のビッグは5回、まあ、平均すればとりあえずここのビッグは1回斜め風鈴くれば OK なんですけど、それだとちょっと不安なんでね、ここでもしっかり3回は欲しい。2回、いいよいいよ、偶数ならもうそれでいい。奇数だとねやっぱどうしても1の方の方が確率的に高くなっちゃうんで不安になりますけど、偶数なら最低2ですからね。もちろん6の可能性もなきにしもあらず。今ウェイト長かった気がすんな、ちょっと予想見してたんではっきりは分かんないですけど、なんか長かった気がする。うわほら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 、もうそのまま狙いに行こう。これもう氷いらねえよ。ほら17ゲーム。ただ、まあ、ドンビッグは見ての通り否定しておりますが、うわー化けか。ここはビッグが良かった、ここはビッグが良かった。ショートついちゃったか。チェコチェを狙ってずるっとドンコイ、あー左下がりにテンパったか。あーダメか、やっぱダメか。なかなか遅れからのボーナスがないですね。多分遅れた。うん、遅れてないよ。全然遅れてなかった。風鈴の感じだったもんね。うん。まあなんとなく風鈴だろうなとは思ってた。うん、最初からね。うん、うん、そうだ。風鈴だよ。さあ現在500ゲームほど回しましたけれども、風鈴はね、まあ、今のところはいいです。13.8分の1、まあ、今のところはですけどね。ただ氷が、お、言ってたら出た、現在これで 71.6 分の1と、こっちがあんま良くないですね。でビッグ中の斜め風鈴がビッグ2回で現在8回ということで、まあ、一応偶数寄りですね。サンプルは少ないですけど、いいよ氷出だしてる。まあ正直なんとか絆の負債を取り戻せればとは思ってますけど、まあ、現実的なところで500枚は返ってきてほしいですね、この花火で。ではないと思うんだよな、一番下ではないと思うんですよ。で、まあ、全体的に見て割と、まあ、中間は多いのかなという印象なので、うん、まあ、やっぱり今のところ強いのは2かな。まあ500ゲームじゃもちろん分かんないですけどね。花火ゲーム中のハズレは今のところありません。
まあ、30ゲームちょっと消化してるのかな。だからまあいいところもあればもちろん悪いところもあるといった感じで、偶数示してるからといって6とは言えないようなそんな数値ですね。まあなかなか花火の6はねもうお目にかかれないですからね。ビッグ中の外れを見てみたいななんて思いながらずっと、まあ、こうやってねちょこ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 打ってますけど、未だに1回も引いたことがありません。そろそろねその設定 1,2 でもいいから1回ぐらい外れ出てくれればなと思いますけどね。本当あれを見てみたい。それで勘違いしてでも打ってみたい、外れが出た台を。今のは遅れたよ、今のは遅れた、今のはちゃんと気づいた。